この辺はやっぱり勝負強い種田ですから逃さなかったですね。田村です。同点のチャンス、センターへ伸びています。伸びてる、逆転、逆転ツーランホームラン、3番田村大成功。打順3番、見事な采配的中。田村の3番が逆転を呼びました。これだけ打順を変えたことがゲームに影響するってのも快感でしょうね。そうですね。それと全部初球攻撃でしょ、はい、これはやっぱり効きましたね。田村にしても田村にしてもね、川上、これは見事でしたね。川上の先発を読んでの田村3番、5月28日以来の3番スターティングメンバーです。